おはようございます。今日も元気に燻製作り、大分の YouTuber マッキーです。最近は燻製器を温めて温度を上げてから燻製をいぶすようにしております。今回のお題はこれ、塩味枝豆、みんな大好きなおつまみですね。でこれをですね、食べる時に水で戻して食べる方法とレンジでチンして食べる方法があるんですが、今回はなるべく早く水分を飛ばしたいのでレンジでチンしていきます。まあ、こういう感じでラップをして、まあ、指定の時間2分30秒レンジで回していきます。水で戻すとですね、水を切らなきゃいけない、ちょっと時間かかるんですけど、これだったら、まあ、こういう風に冷凍から解凍した状態で表面に水がありますんで、この水っていうのがね、燻製の時酸っぱさの原因になります。なのでちょっと手間ではありますが、こうやって一つ一つ水分を取っていきます。まあ、どんなものでも酸味が出るのはね、ちょっといただけないので、この作業はまあ丁寧にやっていきましょう。はい、出来上がりですね。そしてこの状態で冷蔵庫で3時間ほど寝かすと、表面がほらサラッとしてきますね。この日の温度、湿度、そして燻製器の中の温度はこんな感じになっています。さあ枝豆をいぶしていきましょう。なるべく煙が真ん中から上がってるんで、真ん中の方に多く並べていきます。まあ、多少重なってもね、気にしないです。まあ、2段あるうち上段下段それぞれ並べて、さあいぶしていきましょう。蓋を閉めたら15分間いぶしていきます。やっぱりこの立ち上る煙っていうのはね、何度見てもいいですね。この煙を見てる時間がね、これまた癒しの時間だったりします。さあ15分経ちました。まあ、見た目あんまり色が変わっていないというか、もともと緑が強いのでそんなに変わってる感はありませんね。さあここで、下の段の枝豆と上の段の枝豆を入れ替えていきます。これやっぱまんべんなく燻臭をつけるため、色をつけるためにこういう風にしていますね。まあ、今回も煙が真ん中に立ってますので、真ん中に多めに重ねていきますね。そして蓋をして、これまた15分間いぶしていきます。開けてみると、色はそんなに変わってないですね。下はどうかな。やっぱり緑って色が強いんで、さほどこう色づいてる感はないんですが、あ、中にはね、燻製の色になっているものもありますね。ここで突然会議が入りましたので、ウッドスモークを炭壺に入れていきます。こうするとですね、あんまり時間を取らずに火の始末ができます。会議から戻ってきて20分間いぶしてみました。ちょうどウッドスモークもね、切れたところだったんです。おお、色づいてるね。まあ、このまばらなところもまた良かったりするんですよ。カラッとしてる感じですね。ところどころにこういう指されたの色がついてますけど、これをちょっと寝かして食べてみます。はい、僕も今言ってましたけど、これをですね、半日ほど寝かします。そうするとよく見るとね、やっぱ色結構ついてるもんなんですね。すごく燻臭がこうふわっと香ってきて、口に入れた時のあの枝豆の濃い味と燻臭、とってもよく合います。ビールのおつまみにぴったりの枝豆、皆さんもお試しあれ。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。大分の YouTuber マッキーでした。